はい、最後水曜中華なびらインタンジャネバンデーションの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、12月の8日月曜日、旧暦のうちなぐいみでは10月の17日なといびというわけでお送りしていきますユンタンジャネバンデーション。1時間お付き合いいただきたいと思いますけれども、いや冷たくなりましたよね。本当に今日皆さんザキミジョークもちょっとね組むかかやごはしてるような感じでございますけど、なんか冬の空っていう感じがしますけれどもね、まだ11時の天気が出てないので、今朝5時の発表では日中の最高気温は20度ということでございましてね、風が北東の風なのでちょっとね、冷たい感じがしますよね。 ですから体感気温はちょっと低いかなと思ったりもしますけれどもね、なかなか気温は、上がらないという感じでございますね。お天気の方もですね、明日は晴れ模様ということで予測が出ておりますけれどもね、まあ今日いっぱいはちょっとね冷たい感じがするんではないかなと思います。まあ晴れたり曇ったりという日が続きますけれども、お体を気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて週末ね終えまして、私もですね昨日は、なんとユミタンストンのこの残波岬にあります灯台がですね一般開放2年ぶりにね、スタートしたということでございまして、まああの台風でねやられまして、あのあれだけの建物がね、本当に崩れかけて本当に心配だったんですけどもね、とても綺麗になっておりましたね。ぜひね皆さん、一度はですねあの灯台に登っていただいて、もう360度のあの光景をね見ていただきたいと思いますよね。本当に自慢の一つじゃないかなと思いますね。まあそういう残波岬にあれだけの白亜の灯台が建ってるっていうのもね、私たちの本当に財産だなという感じがいたしますね。ぜひ一度ねユミタンストンの残波岬の方にお越しいただいた時には残波岬灯台登っていただきたいと思います。それではインタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いください。お相手はナクセントマルです。さあお送りしていきますインタンジャ出番ですよ。この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしております。1時間ね、フェンタンのホームページでも映像でもご覧になっていただけますので、お楽しみいただければと思います。もちろん録画もしておりますのでね、後ほどでもご覧いただくことができます。お楽しみください。さあ、早速です。今日もゲストをお迎えしております。今日はねお二方来ていただいております。なかなかね、ラジオでもお伝えするっていうことはあまりないんですけどもね、今日は、私たち、まあ、なかなかこう日頃接する機会がないんじゃないかなと思いますけどもね、ダンスというと皆さんどういうことをイメージしますかね。まあ私の世代だとダンスといったらフォークダンスですよ、やっぱね。中学校高校時代にねやっぱりやった思い出がすぐ蘇ってくるんですけども、今の若い人たちにするとダンスというとなんかヒップホップっていうんですかね、あの飛び跳ねたりするね、そういうのが多いかもしれませんけど、また我々のちょっと先輩ぐらいからすると社交ダンス、はい、やっぱ華麗なね踊りをねなされて、いる。またこれまでもね、若い時にはそういうダンスのなんかこういう集まりがあったりとか、出会いの場であったりとかいうね、いろんな思い出があるんじゃないかなと思いますけれどもね。さて最近このダンスも、スポーツ化されてるということでございましてね、よくテレビとかでもね拝見する機会が多いだと思いますけれどもね、沖縄でもねそのダンスも、多くの方々がね、このご経験されて、そして、数ある大会などにもね多く出場なされているということでございます。もちろんこの読谷村にもですねそういうダンススクールなどもございまして、サークル活動なされている方々も結構いらっしゃるということでございます。今日はそんな中で、沖縄の方でもですいろいろとご活躍をしていただいております。皆さん方ご紹介していきたいと思いますが、日本にも日本ダンススポーツ連盟というのがございまして、沖縄県でもですね、沖縄県ダンススポーツ連盟ございます。はい、そんな中で読谷村にもサークルがありましてですね、このご紹介もしながら今日はやっていきたいと思います。まずは今日のゲスト、紹介しながら進めてまいりたいと思います。まずはこの方から。
こんにちは。沖縄県ダンススポーツ連盟事務局を担当しております森悦子と申します。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。森さん、はい、今日は、沖縄県ダンススポーツ連盟から来ていただきましたけどもね、はい、声はあれですね、やっぱりこう動いてるせいかすごい 声が伸びますね。ありがとうございます。日頃からでかい声出してる。でかい声出してるですね。いや、地声が大きいんです。あ、そうですか。はい、明るい方でございますけども1時間お付き合いいただきたいと思います。そしてもう一方です。はい、こんにちは、読谷村のサークルの長浜こういうです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、長浜さんもね、ラジオを聴く皆さんから地元読谷の人にとっては、あ、長浜さんまたラジオ出てるさみたいなね、はい、そういう方、聞いてる方も多いんじゃないかなと思いますけどもね、今日は一つよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、さて、まあ、先にちょっと長浜さんにね、はい、まあ、地元の声として伺ったらいいんですけども、はい、まあ、意外とこう長浜さんを見ていてダンスっていうのはイコールに結びつかないんですけれども、あ、そうなんとなくその、長浜さんちょっとこう僕のイメージがなんか陶芸やってるとかなんかそういうのありまして体を動かしてるっていうあんまり感じがしないんですけど、うん、もうだいぶ長いんですかダンスは。ですね、はい、うん、もうサークル活動を始めて大体15年、うん、はい、そうなんですか。はい、以前は、うん、読谷協の相撲部長でしたけども、相撲部長を、はい、卒業して、ダンスにそうなんだ。ます。はい、あ、なるほど。まあ、どっちも大変素晴らしいものだと思うんですけども相撲やってたんですか。はい、はい、ね、ブロックの代表 で、そうですか。はい、体育協会の相撲部長。なるほどね、すごいですね。ダンスでスリムになったんですね。あ、そうかもしれませんね。はい、ありがとうございます。でも、後ほどまた後半にはね、はい、その辺のいきさつなども伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。仲間、小井さんをお招きしてもお話を伺ってね、いきたいと思います。さて、まずは、森さん、はい、まあ、ダンススポーツと冒頭にも少し申し上げましたけども、やっぱダンスというとやっぱりこう社交ダンスっていうイメージがすごい強くて、華麗な感じでねステップを踏むイメージがあるわけなんですけど、まさにまあそれももちろんだと思いますが、今お話ししましたダンススポーツというね、この役割の中でこう連盟がスタートされているということも伺いました。はい、しかしこう私たちはなかなかこうスポーツというイメージはないんですよね。だと思います。うん、私たちがダンススポーツをしていると言ってもですね、うんうんうん、はい、皆さんクエスチョンマークが先に浮かばれるようで、どういうダンスですかって聞かれます。はい、あ、なるほど。いわゆるワルツ、タンゴ、やはり社交、うん、社交ダンス、うん、皆さんが思っている社交ダンスを私たちは踊っているんですが、うん、やはり、スポーツ化するという、うん、目的がありまして、うん、やっぱり、はい、社交ダンスすると風営法などいろいろありますので、うん、スポーツとして踊る、うん、なるほど。要するに、躍動感を見せる、お、ただ優雅に見せるのでもあるんですけれども、はいはいはい、いかにスポーツ量として動くかをメインに、うん、なるほど。スポーツということは審査されるわけですよね。あ、もちろんそうです。ということですよね。はい、あればそのある意味なんかこう規定みたいなものがあったり、その点数をつける、はい、あるわけですよね。ですね、一応私たち日本ダンススポーツ連盟はオリンピック、にも、何でしたっけ、オリンピック委員会です、ね、あ、オリンピック委員会にもごめんなさい、加盟しております。ただだから将来オリンピックを目指している種目なんですけれども、うんうんうん、やはり要するに何ですか、点数をつけるという、うんうんうん、審判基準がですね、はいはいはい、まだ今それに向けて誰かも分かるように上の方は動いているんですけど、要するにフィギュアスケートみたいな形でね、うんうん、あ、そういうことか。例えば技術点とかそういったこともあると思うんですけど、まあ、審判の資格はちょっと持ってないので詳しくは説明できないんですが、うんうんうん、なるほど。イメージ的にはああいう感じだね。はい、要するにこういうちゃんと芯が出てるかとか、ちゃんと踊れてるかとかね、基本ができてるかというような審査は行われていると。でも一番基準なのがですね、音を外すと落ちます。音、はい、ダンスの要するに曲からずれてしまうと予選落ちします。なるほど。音感は第一ですね。じゃあね、大事です。大事ですね。なるほど、なるほど。あ、でも最近そのフィギュアスケートとかはね、うん、その表情でいわゆる氷の上でこの踊られるっていう意味ではあれかなり身近になってきましたので、まあ、それがそのフロアになっているっていう、まあ、本来はフロアから先だったと思うんですけれども、フィギュアの方がすごいね、今もう
有名になりましたので、はい、あるイメージを持っていただけるとあれがその、スポーツとしてもイメージ化されているということであれば皆さんがおっしゃるようなその社交ダンスが、スポーツ化されたものがこのダンススポーツというふうなイメージで、はいはい、ね、そういう意味では結構今音の話もされてましたけどそれはもう踊りですからダンスですからその手の運びであったり足の運びであったりとかあるいは、あれ確かペアで踊ったりしますよね。あ、そうです、ペアです、ね、それが相手とのその、はい、なんていうんですかこのあうんの呼吸っていうかなんかこうそうですよね、はい、ね、これも大事ですよね、はい、ダンスはですね、うん、ラテン種目とスタンダード種目というのがありまして、ラテンはね、ほとんど要するに離れてるというのは、まあ、手はつないでいる、うん、片手はつないでいて、胴体は離れていて、それぞれ表現する種目が多いです。離れて踊る場合もあるんですけど、スタンダード種目は、うん、離れて踊るっていうことはないんですよ。もう見たことあります？金太郎、テレビでもよくね、要するに男女が組んで、うん、組むというんですけどね、はいはいはい、要するにホールドを組んで踊りますので、うん、やはりあうんの呼吸がないとお互いに足が出る、左足なのか右足なのかで、やはりもう練習第一ですね、はいはいはい、なるほどね、はい、そうですよね。あれ足組むの大変みたいですよね、うん、よくなんか、まあ、こんなこと言っちゃ失礼かもしれませんけどカラオケボックスとかでよく、ね、ちょっと頑張りで踊ったりすると足蹴飛ばしたりとかして踊れなかったりするんですけど ね、はい、私も、まあ、それなりの年ですから結構こう生ないことをしたり飲み合いってね、小江さんにこう今呼び水を嫌って言ってますもう自分は行ってないよみたいな感じでちょこちょこ飲み合ったりするとね、まあ、昔はですよね、うん、はいはい、スナック通ったりするとねやっぱこう踊ったりしますけど、うん、昔のお姉さん方ってこのラテンとか今さっきおっしゃったなんかワルツとかタンゴとか、はい、そういうものをこう分け聞き分けるっていうか踊り分けることもできるじゃないですか。音楽をね、はいはいはい、我々の世代からこういう経験があんまなくてこれがワルツであるとかダンツであるとかなんかタッ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 タだからこれはタンゴだねとかいうことがあまり理解できないんですよ。ワルツは教えます。三拍子です。あ、三拍子ワルツは三拍子。ワルツは三拍子です。三拍子っていうと1、2、3、1、2、3、これがワルツ。そうです、そうです。ああ、はい、こういうことがですね今簡単に森さんとか一歩って言うじゃないですか、はい、私たちの世代くらいからはこれがないんですよね。かもしれませんね。うん、やっぱりフォークダンスの世界しか入ってないもんですからねそうですね、ほとんど、うん、三拍子以外はほとんど四拍子なので私たちもこれは、この曲は何かなってたまにありますよ。ああ、そうなんだ。もちろんあります、はいはいはい、小林さんなんか若い頃からそういうダンスとかやってるでしょ。いや、若い頃というよりも、まあ、青年会時代でしたら各部落ダンスパーティーがあったんで、そこにはまあ参加。そうなんですよね、はいはい、各部落であったんですよね、はい、ありました。ミラーボールとかもつけてたってるでしょ、はい、俺ねこれ聞いた時びっくりしましたけどね、なんてこの先輩方ってさ、うん、若い時ってさおしゃれだったのかなって思いますもんね、うん、それと昔の公民館っていうのはフロアがないから、うん、畳の上で靴下であ、本当、はい、へ、今もだいたい公民館っていうのはフロアが、ね、あ、そういう、ね、主流ですけどね、うん、昔は畳間ですからね。昔はもう畳間だから、ね、その畳間の上でパーティーやったり。なるほど。ということは森さん今 の、 そのダンススポーツっていうふうに、はいはい、その沖縄県のダンススポーツ連盟とか、はい、日本ダンススポーツ連盟とかに加入されてる皆さん方っていうのは大体じゃあ50代世代が多いのかな。はい、可能性大です。やっぱり多い、はい、一般的に見てね。そうです ね、 本当もっと若い人たちに普及していきたいところなんですけど、はい、でもね先ほどちらっとおっしゃってましたけどこうテレビとかでもねそういうダンススポーツっていうものがこうにわかにこうフォーカスされる時代になってきましたから、はい、ある意味これからまだ期待できる分ありますよね。期待しています、ね、あれかっこいいですもんね。あれねできたら本当ですよ。いや本当思いますよ。いかがですか中さん。これね結構って言ったらごめんなさい、もう話終わりましょうねいやいやダンスは多分無理だと思いますけどね。う、はい、歌う方はいけるんですけど、あ、さあというわけでまあこれにしときましょう。お送りしておりますユンタンジャーデマンです。今日はですね本当に楽しいお話でございますけど沖縄県ダンススポーツ連盟からねお二方をお招きしております、スポーツ連盟、森悦子さんそしてエミタンソンのね、ダンスサークルの方でも、活躍しております、仲間、小井さんお招きしてお話を伺っております。この後もダンスの話題続きます。お楽しみに。コマーシャルです。
りしておりますインターンジャ出番ですよ。今日のゲストは、沖縄県ダンススポーツ連盟から森さん、そしてユミタンダンス、なんかさ、ユミタンダンスサークルでしたっけ、正式名称は、ね、ダンススポーツサークルユミタン、ダンススポーツサークルユミタン、あ、後ろにユミタンがつくんだね、はいはい、なるほどなるほど、はい、失礼しました、ダンススポーツスクールユミタンサークルダンススポーツサークルね、はい、はい、失礼しました、ダンユミタン、あ、違う違う、ダンススポーツサークルユミタン、はい、ね、中山さん来ていただいております。はい、というわけでございましてね、しかし先ほどお話を伺っていくと、やっぱりこうなんかこう我々もその世代になったらこうやりたくなるのかなっていう感じがね、今お話聞きながら思うわけなんですけどもね、まあ50代主流の、ダンススポーツということでございまして、 でもね、ぜひ若い人たちもね、これから少し、ちょっとなんかスポーツ自分の得意とするものでっていうのであれば、ぜひねこういうダンススポーツもね参加してみてはいかがかなと思います。さて森さん、このダンススポーツ、はい、いろいろ競技として行われているということを伺いましたけども、はい、県内ではど何回ぐらいその大会みたいなものが、はいはい、沖縄県ダンススポーツ連盟としましてはですね、うん、夏大会、秋大会、うん、で今度の日曜日にあります冬大会、うん、3大会開催しております。はい、なるほどなるほど、今お話しありました今度の日曜日に開催されるということでございましてね、で、はい、夏の大会ですけども、うんうん、夏の大会は沖縄県民体育大会の対抗試合の男子競技になってます、はいはいね、先ほどもオリンピックの、ね、うん、お話もされてましたけど、そういう意味ではこれから若い方々を育成すればです、ね、まだ、はい、オリンピックでもね、そうです、沖縄から出ていく可能性が将来、はいはい、夢です、私たちの。森さんなんかも出れないうーん、そっかなまあ分かりませんよね、それで基準がまだ今からですからね、もしかしたら、あ、すいません失礼しました、はい、これ置いておきましょう、はい、さて、まあ、そういうね本当夢のあるお話もしながらなんですけども、まあ、県内でもこのように、大会も行われるということでございまして、そしてこう今回読谷村でも中村さん、はい、この大会が行われるということでありまして、はい、いつ日にちなど、まあ、伺っていきたいんですけども、はい、次の日曜日ですけども、はい、12月の14日、はい、9時からですね、はい、9時から読谷村の、うん、読谷中学校の体育館で、はい、予定しております、うん、ね、これはまあ、もちろん参加される方々っていうのはエントリーをなされたそういう、連盟の、ね、参加皆さん方だと思いますけども、うん、見学とかは自由にできるんですかね。はい、入場無料です。入場無料で、はい、あ、なるほど、じゃあまさにこのダンススポーツっていうのを見ることができる、はい、はい、これはね皆さんぜひね、特にラジオ局の皆さん方、読谷地域の皆さん方であればね、読谷中学校体育館12月14日午前9時からということでございますのでね、ぜひ一度足を運んで、あ、こんなのやってるんだみたいなものをね見ていただければと思います。これまでも中村さん、また読谷ね、先ほどお話した団体名ダンススポーツサークル読谷の方ではまた年に1回ぐらい、ね、はい、私たちも講演させていただいてますけど、はい、うん、もうダンスパーティーを年に1回いただきまして、はい、ね、もう13回やってるんですけれども、チケットの売り上げ、それから、うん、協賛広告をいただいて、うんうん、福祉協会の方に寄付させていただいてます。そうそうそう、で、今年で総額が、うん、200万超えましたんで、で去った28日ですか、18日ですかね、はい、読谷村の同時、うん、福祉大会の方でも高額寄付者ということで表彰を受けました、はい、まあ、これも、ね、村民の皆さんの協力のおかげだというふうに思っております。大変ありがとうございました。でもこういう、こう障害学習障害スポーツを通して、そのまた地域社会貢献ができるっていう意味では本当に、多くの方々の、ね、ご賛同をいただいているんじゃないかなと思います、はいはい、そういう意味では、ぜひ、ね、皆さん今一度ダンススポーツというものがどのようなものなのかということも、ね、見ていただけるいい機会だと思いますので、ぜひ、ね、14日日曜日今週末でございます読谷中学校体育館で開催されますので、そちらの方に足を運んでいただければというふうに思いますね。よろしくお願いいたします。ご経験のない方でもまた読谷の方ではいろいろご指導いただいたりとかも、サークルはですね、うん、読谷でしたら月曜日、うん、それから中部には5つの、うん、私たち中部ダンス友の会っていうのがありますけども、またそういうのがあるんだ。5箇所、うんうん、ってね、沖縄市と、はい、うるま市、うんうん、それから北谷町にサークルがありますんで、うん、まあ、そこの方に、その近郊の方はそこに参加していただければ、はい、まあ、楽しい活動ができますので、はい、ぜひね、ぜひお願いをします、はい、ご参加いただきたいと、随時募集中と、はい、もう随時大歓迎です。どちらでも、はい、ありがとうございます。年齢問いません、問わずそうそう、経験も問いません、経験も問わない、はい森さん結構ラジオ慣れしてますね。いや、そんなことないですけ
込みが早いですね。ありがとうございます。すいません。最高。はい、ありがとうございます。ね、そういうふうに、エミタンさんでもイベントが開催されますのでね、足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、こういう、県内での、まあ、エミタンでのイベントも、もちろんそういうふうにありますけども、大会も県内でも年3回行われるということで、これは、また、もちろん、日本国内においても、いろんな日本ダンススポーツ連盟、先ほど一番ね最初にご紹介しましたけども、その、日本ダンススポーツ連盟の主催のイベントもやっぱりこうあるわけでしょう。はい、たくさんありますよ、うん、まあ、国内でも各都道府県でそれぞれで行うところもありますし、うんうん、市で行うところもありますね、はい、それで、日本ダンススポーツ連盟が主催しています、うんうん、グランプリ戦というのが年4回ありまして、各地域によってあります、はいはい、で、私たち沖縄県ダンススポーツ連盟も来年度20周年を迎えますので、それを記念して、はい、九州ブロックで開催されますされています、うん、グランプリ戦が来年12月に沖縄にやってきますよ。皆さんぜひいらしてください。すごいな。グランプリ戦誘致して、はい、ますます沖縄のこのダンス人口が増えていくよね、期待したいですよね。期待しております。でもやっぱりこうなんていうのか、やっぱりグランプリトップになる人たちっていうのは違いますか？違いますよね、長山さん。違います、全然違います。長山さんから結構目指してるとか。いやいや、はい、目指してはいますけれども、ちょっと無理ですね。右に同じです。森さん結構高笑いでしたけど今。長山さんが無理を追うぐらいの感覚でした今ね。違う違う。あ、やっぱり結構レベルは違う、はい、素晴らしいですよ。本当ですか？うん、へ、はい、なのでこのグランプレス、また日本ダンススポーツ連盟はランク、うん、ランク付けもあるんですよ、選手の。あ、そうなんですか。はい、それに応じましてまた、うんうん、海外派遣とかもあるので、皆さん海外にもあるんですか？ありますよ、アジア大会とか、結構いろんなヨーロッパであったりとか、はい、海外も向けてありますので、それに行こうと切磋琢磨していると思います。皆さん、はい、やっぱりスポーツですから、やっぱり今日技を極めていくわけですからね、うん、はい、まあ、それ目指す人たちっていうのは結構こうダンスのやっぱりアスリートとしてやっぱり結構皆さんからもう目標とされるわけでしょ。ああ、そうだと思います。これ中村さん、単なる社交ダンスって言えなくなりますね。ですからね、スポーツという印象で、ね、本当だね、はい、これなんか似たような感じに見えてきた部分もあったんですけど、今お話聞いてると、え、全く違う分類だなという感じがするわけなんですけどもね、うん、まあ、でもそういうねお話を伺っていくと、まさにこの競技として、入っていく、まあ、サークルっていう風な、捉え方になると、まあ、ちょっとこう社交ダンスイコール社交ダンスっていう部分になるんだけども、うん、今やもうサークルイコールスポーツ、ダンススポーツっていう形にやっぱりこう時代は変わってきてるって言ってもいいですね。そうですね、うん、もうなんかこうおばちゃん おっちゃんなんかがこう楽しんでるっていう感じじゃなくて、でもそこまで、うん、厳しくというか、うん、なんていうんですかね、一応ね私もサークルを持ってるんですけども、うん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 、やはり健康づくりのため、要するにここから選手になって大会を目指すというのは、うん、本当にごく一部の選手なんですよ。なので、うん、ここでこの2時間サークル2時間で、うんうん、要するに体づくり健康のためとか、そうだね、うん、そういう目的でいらしてる方もいるので、うんうん、ビシバシとの指導はちょっと厳しいです。そういう人は結構じゃあそこら辺は、まあ、日頃は楽しくしながら、そこの中でその極めてくる人たちがやっぱりこう、うん、上にっていう感じになってくるわけですね。そうですね、はい、やっぱり、まあ、大半はある意味楽しみながらっていうのが、本当に障害スポーツなので楽しみながら、はい、なるほど、中山さんも楽しみながら、はい、ずっと楽しんでいます。一応なんか出たりするんですか？あ、出ますよ、もちろん。コンテストとかなんかそういう、あ、競技会、なんて競技会に、まあ、恥ずかしいですけども。選手ですよ、選手。おい、もう長山さん、じゃあ私もですけど。あ、わかります、大体森さんわかります、言わなくても大体こう間違いなくそこに行ってるでしょうねっていう、このキレの良さ。あ、そうなんですか。でも、いろいろとね、やっぱりこう多くの皆さん方にこう声をかけながら、いろんな方々がお集まりする中で、やっぱりこう、自分の健康のために、ね、好きなダンスを、ね、やっぱりこう先ほど話している中で出ておりました、こう音を外したらっていうのがありますから、やっぱりこうやっぱ音感とかこう動きともに合わせていくっていう意味では、やっぱりこう日頃からそのなんかこう音を聞くとかダンスをするっていうのは、やっぱりどうしてもこう楽しみながらじゃないと、うん、あ、
できないね。それはあります。やはりそのなんていうんですか、例えば歌う歌う、私カラオケとか好きですけど、やっぱり歌う歌う怒りながら歌う人いませんからね。絶対にね、そこはやっぱ楽しみたいから歌うわけであるわけですから、うん、ダンスもね同じですよね。やはりあの見ててね、あの踊っている姿を見て、うんうん、あ楽しそうに踊ってるなって思われると嬉しいですよ ね、 ですよね、はい、あやっぱりこう楽しんでいると見てる人も楽しいわけですからね、はい、そこがやっぱりこう今のねダンススポーツの中でお楽しみいただける部分じゃないかなと思います。社交ダンスから延長線上でやっぱりこう、ダンススポーツという部分に入り込んでいるので、やっぱりそこら辺ね、やっぱりやってる、方がその楽しんでやってる、で自分の技術を極めていこうって努力をなされているところにやっぱり感動が生まれるんじゃないかなと思いますので、はい、そういう意味ではぜひね、はい、ラジオ機の皆さん方も我こそはという方は、はい、何かこう趣味を持ちたいなという方は、あるいはまた私たちのちょっと先輩ぐらいだったらね、昔こう民間でやったさという人たちね、はい、ぜひこういうねお楽しみをいただきたいと思いますけども、中村さんこれ読谷だけですかね、沖縄市、森さん沖縄市でおっしゃってました。あそうです、沖縄市の沖縄市でも公民館とかでやっぱダンスやってました。ですね、地域の公民館ではなかなかないと思いますが、沖縄市の中央公民館を利用させていただいております。うん、いやあの若い時、あごめんなさい私の若い時、そうそう青年時代、はい、すいません青年時代はですね、うん、やってないんです。やってない、はい、他読谷以外でもこんなやってましたから、聞いてます。ダンスパーティーというのは、うん、やっぱ各地区、まあ、我々の年代でしたら青年会、うん、あちこちやられてます。いろんな他の地区も、はいはい、やっぱじゃあその世代ってやっぱり皆さんダンスをできるんですね。要するに遊ぶというのがなかったということは、ね、年に1回、うん、こういったので、ね、若者が集まって楽しむという、だから青年会活動というのも活発だった、ね、はいはい、なるほど、そうだな、俺なんかの時代とかディスコとかね、うん、だって外に出ていきますからね。コマーシャルです。はい、はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日のゲストは、沖縄県ダンススポーツ連盟より、森悦子さん、そして、ダンススポーツサークルユミタンから長山、小井さんお招きしてお話を伺っております。いや後半またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この時間コーナーでちょっと伺いたいのはですね、まあ、先ほどから言うとこうダンスね、このスポーツ化していくなどとお話をいろいろと伺ってきたわけなんですけどもね、まあ、ちょっと延長線上で伺いたいのは、お二人がなぜこうダンスをするようになったのかということ、そのきっかけなどもね
伺っていきたいなと。今ラジオ聞いてる方で私はやったことがないんだけどとか、あるいは過去にこういう経験があるからとかいうような方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、どういうきっかけで始めたらいいのかなみたいなのもあるかもしれませんので伺っていきたいなと思いますが、まずは、まあ地元長浜さんからですけどもね、相撲部からどうしてダンスに相撲部だったこと自体もびっくりなんですけど、僕ももう、うん、回しを塩ビに変えてなるほどなるほど。いやでも若い頃はされてたわけですよね、先ほど伺って。やってるということなんですね、うん、1回、うん、2回ぐらいパーティーがあるだけで、まあ、あの時はね、サークル、うん、パーティーだけですから、うんうんうん、まあ、ダンスをやってるということにはならない。あ、でも驚いたわけでしょ。いや、まあ、なんで社長も大丈夫じゃない、その程度のダンスでしたらだけ、そうですかね、はい、ちょっと先輩が教えて、パーティー用に教えてくれるんで、なんとか、はい、なるほどね、はいはい、チークダンスは得意なんですけどね、僕は。あれはね、ダンスとは言えない。失礼いたしました。あれは相撲の延長。長浜さん得意なんですね。長浜さん得意なんですね。あ、なるほどね。あ、でも、まあ、じゃああれか、我々が今我々の時代っていうのは結構青年会活動っていうとエーサーなんですけど、はいはいはい、エーサーを年に1回しかやらないけど踊れるみたいなもんなんですね。じゃあ、そうですね、そんな感じですかね。そんな感じです。パーティー前になると、うんうんうん、ちょっと先輩から練習して講習会したり、あ、うん、あ、やっぱり先輩方できる方が指導して、まあ、パーティーに臨むっていうのがありましたね、はいはい、ちょうど今のエーサー感覚ですね。 そんな感じですね。なるほどね、はい、まあでもそういう若い頃こういうご経験があったんでしょうけれども、まあ先ほど言って相撲部 で、うん、でいつ頃からこのダンスをやり始めたんですか、再び。そうですね、うん、15年前ですかね。15年ほど前、うん、ちょうどまだ仕事現役でしたけども、うん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 、で、まあ、これ個人的な話になっちゃうんでちょっと恥ずかしいんですけども、うん、子育てが終わって、うん、はいはいはい、うちの母ちゃん、うんうん、家内が子育て、はい、だって終わったんで、うん、2人で何かできんかということで探してたら、うん、たまたま土曜日の夜に、うん、沖縄ペアレ、ペアレ、あ、はい、あそこがありましたんで、うん、あそこの、講座に入ったのがきっかけですね、うんうん、そうなんだ、はい、で帰りはまた2人で一緒にデートをして、うん、デートしながら食事をしていい、ね、これが絵に描いたようなご夫婦ですね。いや、そうだったんですけども、うん、私の方はまた競技が好きになって競技出て、うん、その後からうちの母ちゃんはダンスしなくなったの、はい、あ、ここら辺で分かれるわけですね、はいはいはい、先ほどの話がね、やっぱり楽しみの部分と、はいはい、スポーツとして技術を極めていこうと。あ、でもサークルはずっと一緒、一緒に。でも、うん、彼女はまた彼女で別の分野で、うん、あ、うん、目指していたのだったんで、はい、でもね、一つの趣味を持ちながらねやるっていう、まあ一人ではなかなか行ききれないけど、うんうん、そう、二人だったらなんとかできるみたいなね。男性は、うん、特にね、育児なしなんですよ。臆病もんで、やいじゃやいじゃね、やいじゃね。女性もあちこちどこにも行けるこの男はいくら刺さっても男性はね、沖縄男性もちょっと頑張らんと、うん、本当ねっていう、僕自身も自分を反省しながら言ってるんですけど、やっぱり自分のあるけど範囲内しか歩かないですよね、男はね。もうテリトリーがね、テリトリーが決まってね本当にアイジャーですよね。僕もこのスタジオ出たらこうおとなしくなりますからね。そう。いやでもね、まあ、それから15年こういう形でやってきて、うん、まあ、スポーツに目覚め、ね、ダンススポーツとしてやっていくんですけど、うん、はい、やっぱりそこはやっぱりこう男魂みたいなもんがあるんですかね。やっぱ極めていきたいみたいなのが出てくるんですか。いや、そこまではいかないですね。あ、やはり自分のレベルですから、うん、でも大会に出るということはやはり勝ちたいという、うんうん、ね、出る少しはいつも負けてるけどもいつも負けてるんですか。そんなことないでしょ。いやいや、もう勝ちたいというのがあってね、うん、それで、ね、今まで続けたというのがありますけども、今ね、このなんかこう賞とかもらったご経験とかは、うん、まあ、なんとか 4級までは、おい、4級、4級、はい、4級まではということは何級から始まるんですか。6級から6級、6、5、2つ、6、5、4、3つで、上にあと3つぐらいありますね。いやいや、上にもっともっとある。もっとあるの。はい、ね、数字級が6から1、うん、でアルファベット級が D から A までですから、ね、うん、
森さんなんかも、まあ、後でお話しすると思いますけども、上の方でアルファベット級で。ああそうなんだ。へえ、すごいね。じゃあこの級もね、だから楽しいですよ。あの同じ級は大体同じレベルの人たちですから、うん、なるほど。森さんなんかが私の級に入ってくると、うん、到底立ち打ちできませんから。そうなんですか。そんなことないです。あ、じゃあ例えばその踊りのその例えばダンスパートナー、先ほどおっしゃってましたね、はい、やっぱり男女で踊ったりするわけですから、うん、そのやっぱり級が合わないとちょっと厳しい。森さんとじゃ長浜さんで踊るって言ったら、競技はですね、うん、男性の級に合わせます。女性が上位の級でも男性が下位の級であれば、うん、男性の級に合わせて。あ、なるほどなるほど。ちょっと不公平なのかなと思ってね、これってあれですか、男性が低いっていう感じですね、うん、イメージ的に。そう、男性の級に合わせて比較的低いんだ、はい、みたいな。いやいや、そういうことではなくてね、男性の級に合わせて、あ、女性はそれがまあ、はい、一定のルールと、カップルは褒めるという、うん、なってるんだ、ルールに。あー、はい、なるほど、面白いですね。男性中心なんです、まだ男性中心なの。あ、そうなんですか。リーダーと言いますからね。でも女性の方が多いんじゃないですダンスは。ダンス人口は女性が多いと思いますよ、ね。はい、うん、だから一見してなんかそういうイメージがあるんですけどもね、はい、いやでも15か年間されてきて、やっぱりこれからやっぱり目指すところとなると、中間さんはやっぱこう急アップではありますけども、うん、年が年だしまだまだまだでしょ、うん、若いですよね、うん、16なんでそこわざわざ英語で言わなきゃいけないですか。日本語で言うと少し恥ずかしいね。大丈夫、誰もわかりますよ、みんな。でもね、そういうやっぱり健康のためにっていうことであればね、やっぱ体を動かす、ね、そしてこう楽しめるっていうことで笑顔になれるわけですから、はい、それが一番じゃないですか、ね、はい、まあ、でもぜひ長くね続けていただきたいですけども、ありがとうございます、はい、これからまた多くの方々をお招きしながらですね、ご友人たくさん増やしていただければ、ゆみダンソンのダンス人口も増えていくんじゃないかなと思いますのでね、はい、どんどん PR をしていただきたいと思います。随時募集中ということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、そして、じゃあもう一人ね、今日ご一緒に同席していただいております沖縄県ダンススポーツ連盟、森悦子さんでございますけれども、はい、森さん、はい、森さんは、まあ、先ほどから伺ってきたやっぱり連盟の方ですから、やっぱそれなりのね、技術をお持ちであるということで。いやいや、そんなことはないですよ。イメージをしたわけなんですけど、ま、頭で聞きたいんですけど、今、はい、何級とか今おっしゃってる、はい、やっとカットで D 級、うん、D 級になりました。え、 ABC D、 あ、 D 級、うん、あ、 D 級、あ、なるほど、 D 級って 654321 D っていうのがあるのかなと思いました。ごめんなさい、 D、 アルファベットのね、アメリカかなと思いましたけど、ドラゴンズの D です。 D 級、 ありがとうございます。D 級、あ、なるほど、はい、でもそのクラスとなると、はい、沖縄ではどうなんですか。あ、結構いらっしゃいますよ。いらっしゃる、はい、も森さんはどれくらいになるんですか。あ、私もダンススポーツを始めて、うん、大人の長浜さんと同じで、うんうん、ペアレ沖縄のチラシを見て、あれいいな、やってみたいなと思って、大人で近所のお友達を誘って申し込んで行ったのが平成8年でしたかね。8年、はい、平成8年というと今23年、あ、同じぐらいの時、うん、そうですね、ね、およそ26年ですよ。多分ペアル沖縄の1期生になると思います。あ、そうなんですか。あそこ開校して初めての。はあ、はい、なるほど。で、はい、やっぱりじゃあ、若い時にこう青年会とかでダンスをやってた経験。いえいえ、私の出身地域には青年会もなく、うん、エイサーもなかったんですね。なのでダンスをしたことがなかったんですよ、うん、そうなんですか。ですからもう本当に白紙状態で、もう本当に基礎の基礎から。じゃあこの平成8年の時が初めて。はい、そうです。教えていただきました。やったこともないのにやろうって思う。ね、実は要するにその若い頃に、うんうん、一度ダンスクラブに、うん、お友達に連れて行ったことが、連れて行ってもらったことがあって。ダンスクラブっていうのはダンスクラブね。いわゆるダンスクラブね。社交ダンスを楽しむダンスクラブですよね。お酒飲んだりしながら踊るところ。そうそうそう、お酒は飲めないんですけど。俺一回行ったことあります。あ、そうですか、はい、そこに行って、うん、バシバシ綺麗に踊ってる方々がいたんですよ。いますね、かっこいい人が。カルチャーショックでした。あ、何これって思って。そうです、結構年配の方がビシバシ踊ってるんですよね。もうびっくり、かっこいいですよ、びっくりするぐらいね。この人たちが、確かに確かに、俺も羨ましかった時代があります。何これ、うん、と思って、うん、あ、いや、いいな、羨ましいなと思って、そのちょっとしてからこの募集があって、募集広告があって、社交これだみたいな、行きたい、
それも土曜日の午前中だったんですよ、うんうんうん、ちょっと子育て真っ最中だったんですが、うんうんうん、子供たちが学校行ってる間に、あ、なるほどね、行って帰ってくれる、はいはい、あ、嬉しいな、夜は出ない、ね、出られないので、うん、いいかなと思ってお友達誘って行きました。なるほど、それからのスタートで、はい、病みつきになってます。病みつきで病みつきっていうのは病院の病と書きますけどね病気ですね、まさに病気。違うかいや失礼しました。いやでも本当楽しそうにお話されるからね、まさにそうなんだろうなと思う、ね、はい、楽しいです、感じがします。いやでもそれからスタートして、でも最初はその最初からスポーツ、ね、ダンスポーツという部分での流れ、うん、やはりではなくて、やっぱり社交ダンスでした。やっぱ楽しみたいということで、はい、私も社交ダンスでしたので、なるほど、そこでどうにかこうにか更新更新して3年間は通い続けて、うん、へ、その後ちょっとあのあまりに人気が高いので、あ、そうなんですか、もうあのこのクラスクラスの募集があっという間に埋まるんですよ、うん、へー、うん、で、これはもう私やりたいのに続けられなかったらどうしようということで、でたまたま同じ、曜日の同じ時間帯にいる方が、うんうん、たまたま沖縄市の中高民館の木曜日のサークルのサークル長さんをなさっていまして、はい、その方にいろいろとお話を聞いて、はい、サークルを立ち上げるにはどうしたらいいかといういろいろノウハウを聞いてサークルを立ち上げました。え、自分で？はい、 いやでもその方に教えてもらおうという、うん、あのあれで、私はじゃあ事務的なことを全部しますから、なるほど、教えてください。でも自分がね長続きできるためにはやっぱり自分で、そう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 、作った方が一番手っ取ればいい。もうとても、うん、あの更新時期がねとてもストレスだったんです。更新漏れたらどうしようということで、そうなんだ、うん、サークル起こしちゃえばほらずっとできるでしょ。できるからね、うん、で同じ土曜日の午前中にちょうど中央公民館が空いていたので、うん、でそれスポーツに入るきっかけはそこからですか。そうですね、それからもだいぶ経ちましたけど、うん、だからその間はもう自分のサークルに行ったり来たりで、うん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 、競技があることもわからないんですよ。沖縄からダンススポーツ連盟があることも分からず、はいはいはい、うん、まあ、とにかく楽しむ、もうもはや自分が楽しめればいいやみたいな感じで通っていて、それからいろいろお友達を紹介してもらっている間に連盟があるよ、競技があるよということになって、またそれからまた友の会ができて、連盟の理事にどうですかということで紹介を受けて今になってます。なるほどね。でもこう年何回かあるそのダンススポーツのイベントにこう競技会に参加したりとかするためにやっぱりこう日々練習っていうのもあるわけでしょ。そうですね、当然楽しみだけではなくて、はい、はいはいはい、サークル以外に自分の練習日も設けて、うんうん、まあ、さらにあのやはり自分たちの練習だけではどうしてもちょっとあれが厳しいので、あと先生に見てもらったり、うん、ああなるほどね、やっぱり上位者の方にね、はい、見ていただく、はい、なるほどね、すごいですね。今ちなみにご自身のサークル何名ぐらいでしたか。今ですね、私のところもだいぶ少なくなりましたけど、うん、14、5名ですかね、はい、あ、なるほど、ゆみたんもそれぐらいって確かね、うん、大体それぐらいですね、大体こうサークル的にはこれぐらいの数の方が見やすいかもしれませんね、はい、なるほど、ぜひね、でも、ね、電波沖縄市も届いてますから、ぜひね、やりたいという方はよろしくお願いしたいと思います。それでは一旦コマーシャルです。Thank you.
はい、お送りしておりますユンタンチャ出番ですよ、今日は本当にこう頼もしい話でございましたね、私もこうまあもうちょっと行くと同じ世代ぐらいに行くので今のね長尾さんそうですもうちょっとって言って変な言い方かもしれませんけどでもこういうふうにこうなんか体を動かすことができ今ね私もこう、で健康を今の時から考えないといけないということでちょっとこう週に 1,2 回こうウォーキングをしたりとかやってますけれどもやっぱりこう体を動かすということをやっていくね、まあもちろんその楽しみながらできるっていうのが一番いいかもしれませんね、はい、スポーツを通してね、まあ、そういう意味ではスポーツでもありながらも、過去に経験した楽しみがある社交ダンスっていう延長線上でスポーツ化していくっていうことはね、目指すところは本当にこう自分自身をこう技術を高めていくっていう意味ではまさにこうベクトルは上向きで、本当にこう健康とそして、本当にこう周りにも影響を与えるっていうものをね、作ってくれるんじゃないのかなとそういう意味では仲間がいるっていう意味ではサークル活動ね、今日お越しであります森さんもそうなんですけども長野さんもね、三谷村それぞれまた沖縄市の方でもねそういう活動をなされている、うん、まあ多くの地区でそういう方々が同じように、サークル活動をされている方も多いと思いますけどもぜひね、障害スポーツとして、ぜひこのダンスをね活用してみてはいかがでしょうか。はい、この週末12月の14日日曜日には、海谷中学校体育館におきまして、第27回サントピア沖縄ふれあいフェスタ第19回全国ダンススポーツフェスティバル in 沖縄が開催されます。ぜひ皆さんね、ラジオ機の皆さん方ちょっと興味のある方見てみたいなという方はね、ご自由に、参加できるということで、あ、ごめんなさい、観覧することができるということでございますのでね、どういう風にされてるのかなということを見ていただいて、きっかけが良ければぜひね、それぞれのサークルにもね参加してみてはいかがかなと思います。よろしくお願いしたいと思います。さあ今日のゲストは沖縄県ダンススポーツ連盟より、森悦子さん、そして、ダンススポーツサークルゆみたんから長間浩二さん来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はもうあの長間さんのラブラブエピソードも伺ってくれるありがとうございます。いやいやいや、もうラジオの電波でもう読谷中に広めてしまいますね。そうですね、もう道から歩くないいや、もうありがとうございます。でも頼もしいですよね。でもそういうふうにこう明るくこう朗らかにですね、ご自身たちの活動をね PR できるっていう意味では、はい、ね、本当にこう自慢ですからね、どんどん PR していただきたいなというふうに思いますけどもね、はい、ぜひね、ラジオ機の皆さん方あるいはインターネットご覧の皆さん方にもね、なんていうんですか、ダンスがこういうものなんだよっていうことをね、ぜひ、お伝えを最後していただきたいなと思うわけなんですけども、お一人ずつですね伺っていきたいと思いますが、まず森さん、はい、はい、ダンスの魅力、少しちょっとお時間ありますのでお伝えいただければと思います魅力ですか、はいはい、やはり一番にいいのは、まあ、健康になることと姿勢が良くなると思います、うん、はい、ダンスをしています、まあ、全身運動なので有酸素運動でとっても競技してます。1分30秒、はい、もうすごいですよ。あれ1分30秒なんですか。約1分30秒踊るんですが、そんな短いの。短いんですけどすごいんですよ、運動量は。すごいです、はい、もういい、はははして終わりますよ1曲踊るだけで。あ、そうなんだ。そうです、全身運動なんで、ましたら音を聞きながら笑顔で踊る。またまあね、ダンスパーティーとかいろいろ出かけていくにはまたおしゃれして、うんうんうん、私はまだサークルに来るときにもう綺麗におしゃれしてきてね、もう本当にここのリハビリと、うん、もう読んでいるんですけど、で脳トレにもなるし覚えないといけないし、なるほど、うん、もうとてもね、本当に障害スポーツ老いも若きも楽しめる。そうだよ、女性の方々すごいもんね。負けますよ、まあ、男はまあタキシードみたいなちょっとそうそうそう、まあね、競技会でも服装規定がありまして、そうなんだ、はい、3級戦からは演技服と女性はそのドレスなんですよ。へで、まあ、4級5級6級は普及の意味を兼ねて練習着程度でいいですよっていうことなんですが、ですから本大会でおきましても、うん、もう華麗なドレスも皆さんご覧になれますのでぜひいらしてくださいね。そう、鼻にかけるんですか皆さんって私も出ますね。あのドレスもすごいですもんね。はい、すごいですよ。結構金かかるでしょ。まあ、ピンキリありますけどピンキリ、ピンキリあります。まあね、そうでしょうけど、はい、いや見る限りもうね本当にこうね先輩方のこのね、あの何ですか、 ドレス、はい、あれだけ華やかだとね、うん、美し
く見えますよね。はい、もう顔も作りますので半径1メートル以上には犬には近づかないでくださいって言ってますよ。うなずれますよと。なるほど。いや、相当な努力ですね。はい、します。もう大会の日は朝5時前に起きて、うん、顔作って頭作ってそれから出かけます。大変ですね。なるほど。でも私たちもよくね、いろんな方々をこうお招きしますけども、やっぱり皆さんに見られるっていうことはそんなに前向きになっちゃうから、もう健康になることは間違いないですよね。間違いないと思います、ね。はい、これは女性の方々にとっては絶対もうおすすめですね。おすすめですよ。体も動かして、はい、もう健康にもなるし、健康になればもちろんね、化粧のりもいいとか言うじゃないですか。今日の森さんのようにいやいや常に笑顔を作りながらね。もう本当に見てくれですからね。今日ユーストリーム映像配信がなかったら怒るんじゃないかなと思うぐらいもう笑顔来てますけどね。でもこういう女性の方々を見る中野さん、もうそれだけまた元気になるじゃないですか。いや、笑顔の中に溺れると女性を見る暇ないですね。自分がいかに踊るかっていうのに頭があって必死で、はい、そうか、はい、そうですね。自分の足を踏むので一生懸命ですね。そうなんだ、うんうん、やっぱりそう今言ってましたけど、足踏んだりとかもやっぱり多分、足踏むのってステップを踏むという意味です。ごめんなさい。ごめんなさい、僕のレベルが相当低かったです今ね。今皆さんのレベルとはそう言わないね。確かにね。あ、そうよね、ステップを踏むということでね。でなるほどね、まあ、足踏むことはあんまないですよもうね、皆さんのレベルからするとね。そう、失礼いたしました。いやでも素晴らしいね、中野さんからも最後にメッセージ伺いましょうかね。はい、うん、今回県連の配慮で、うん、読谷村で、うん、ダンススポーツの大会、全国規模の大会ができますんで、うんうんうん、まあぜひ読谷の皆さん、今までは那覇とか沖縄市方面でしか見れなかった素晴らしい大会ですので、うんうん、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います、うんね、で入場は無料ですの で、うん、はい、でそれを見てサークルに入りたい方はいつでも歓迎いたします、はい、お願いします、はい、ぜひね、本当にこんな近くでね、トップレベルのね、ダンススポーツが見れるということでございますので、はい、ぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。ちなみに今回は何組ぐらい出られるんですか。そうですね、うん、全体としまして124組で、うん、県外、うん、北は北海道から南は九州宮崎県の方々まで45組いらしていただいています。なるほど。県内が79組で、はい、熱戦が繰り広げられますので、ぜひこの機会に逃さず見にいらしてください、はい、それでお願いがありまして、はい、ぜひ背番号を読んで応援していただきたいと思います。うん、あテレビで見たことある。そうそうそう、背番号あるんですよ、みんなね、背番号でコールするんですよ、うん、へえ、うん、はい、ちなみに私91番です。違うか。中山さん何番でした。ちゃっかりだな。あ、中山さん出るんですか。出ます。お、すごいじゃないですか。何番だと。3番です。3番だ。ナンバー3が長浜さん、はい、あ、ぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、そして今日来ていただいている森さんも91番。そうです、はい、ぜひね、皆さんね、今週末日曜日12月14日読谷中学校体育館で午前9時から開催されますので、ぜひね、足を運んでいただきたいと思います。今日のゲストは沖縄県ダンススポーツ連盟より森悦子さん、そして、ダンススポーツ読谷より、長浜小井さん、お招きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。